どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、対象者限定シェラトン都ホテル大阪と大阪いらっしゃいキャンペーン GoTo トラベルキャンペーンの組み合わせ 50% 還元っていうのをね、解説やっていきたいと思います。今回の動画ではですね、シェラトン都ホテル大阪の対象プランに宿泊で、またね、大阪いらっしゃいキャンペーンの対象プラン、また GoTo トラベルキャンペーンの組み合わせで 50% ね、還元受けれるというふうになっておりますんで、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思います。まずね、今回のキャンペーンの全体の流れなんですけども、まずね、マリオットボンボイホテルの公式サイトではなくてですね、シェラトン都ホテル大阪の公式サイトで大阪いらっしゃいキャンペーンのね、対象プランを2名で利用するっていう形になります。そうすることですね、マリオットボンボイホテルのボーナスポイントキャンペーンと大阪いらっしゃいキャンペーン、 GoTo トラベルキャンペーンのね、この3つがね、併用できるっていう風になっております。一つずつね、解説やっていきたいと思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思います。まずね、マリオットボンボイホテルのボーナスポイントのキャンペーンですね、1滞在につき2500ポイントがね、もらえるキャンペーンっていうのがやっております。こちらね、エントリーされてない方ですね、ぜひね、エントリーしてください。マリオットボンボイホテルね、公式サイトちょっと出しておきますけども、ログインした状態でお名前のところね、クリックしていただいて、そこにね、プロモーションっていうところがね、あると思いますんで、そちらクリックしていただくとですね、こちらのキャンペーンで、ね、出てきますので、そちらからね、エントリーするようにしてください。またね、こちらのキャンペーンね、詳しい内容は専門の動画ね、出させていただいておりますんで、そちらね、概要欄に貼っておりますんで、そちらね、見ていただければなというふうに思います。注意事項もね、ちょっとありますので、そちらもね、ぜひ確認してからね、利用するようにしてください。次にですね、大阪いらっしゃいキャンペーンですね。大阪いらっしゃいキャンペーンというのは、大阪関西圏の方在住の限定のキャンペーンということで、大阪、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山の方のみというふうになっておりまして、1泊7000円以上のね、宿泊プランを予約するとですね、2500円分のキャッシュレスポイントがね、もらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。こちらはですね、7月いっぱいで終わるはずだったんですけども、まあおそらくですけどもね、先着人数が達成しなかったのかということで、一応20万名っていう風になってるんですけども、2020年8月現在もですね、延長されております。でですね、この動画を作成している時点ではですね、まだキャンペーン終わっておりませんので、もしかしたらですよ、この動画ね、出てる時にね、終わっている可能性もね、ゼロではありませんので、利用される際は確実にね、公式サイト概要欄に貼っておきますので、こちらね、確認するようにしてください。またね、選べるキャッシュレスポイントなんですけども、ちょっと読み上げちゃいますけども、クオカードベース、先飯、ごち飯、JCB プレモ、ペイペイ、エディ、ジャラン、au ペイ、 d ポイントということで、まあこの中のね、ポイントどれでもいいので、まあ選んでいただいて即日ね、付与されるっていう風になっております。 d ポイントにね、交換すればですね、 JAL マイルにも交換することができますので、 JAL マイルをね、狙う方はね、 d ポイントでもいいのかなっていう風に思います。こちらが1泊の宿泊に対してね、2500ポイントもらえるという風になりますんで、こちら2名でね、宿泊される際は5000ポイントがね、もらえるっていう風になります。ですので、JAL マイルにね、交換すると、まあこれだけでね、2500マイルがね、溜まってしまうっていう感じですね。次にね、シェラトン都ホテル大阪の対象プランをね、見ていきたいと思いますけども、予約するのは GoTo トラベルキャンペーン、大阪いらっしゃいキャンペーン、曜日平日限定、カフェベル金券付きというプランですね。最安で2名1室ですね、16,200円のね、プランで出ております。ちょっとね、画像を出しておきますけども、曜日はね、平日限定というふうになっておりますんで、土曜日はね、利用することができません。ですので、日曜日から金曜日までね、利用というふうになっております。まあ見ていただければね、分かる通り、かなりね、最安値である客室はね、どんどん埋まっているっていう状況になっておりますんで、利用されたい方はですね、早めに決断した方がいいかもしれないですね。価格設定に関してなんですけども、16,200円ということですけども、ここからですね、 GoTo トラベルキャンペーンの、ね、割引 35% がね、入ってくるっていう風になりますんで、16,200円の 35% 引きということで、1万と530円でね、利用できるっていう風になっております。
で、こちらのプランはですね、大阪いらっしゃいキャンペーンのね、対象プランというふうになっておりますので、関西圏限定ということで、チェックイン時にね、身分証明書のね、確認があると思いますので、利用する方はですね、確実に身分証をね、持たれていくようにしてください。またなんですけども、GoTo トラベルキャンペーンのね、割引については、ステイナビクーポンね、発行が必要というふうになりますので、ステイナビのね、利用方法をね、わからないという方は概要欄にね専門の動画出させていただいておりますので、そちらからね見てクーポンね発券するようにしてください。今までねちょっとバーッと説明させていただきましたけども、今回のねキャンペーンを全部まとめるとですね、シェラトン都ホテル大阪の対象プランですね、2名宿泊で10,530円の支払い、キャッシュレスポイント5,000ポイント、5,000分ですね、マリオットボンボイホテルポイント2,500ポイントがねもらえるっていうキャンペーンになります。またこちらはですね、マリオットボンボイホテルの公式サイトにね見えないんですけども、こちらねマリオットボンボイの公式サイトでもありますので、 SPG アメックスね保有されている方はですね、 SPG アメックスのね決済分の 6% であったり、ゴールド会員のねボーナスポイントでもね入るっていう風になりますので、ちょっとね為替レートによってねポイント上下しちゃうんですけども、だいたい2680ポイントはねもらえるっていった感じになります。合計するとですね、10,530円の支払いでキャッシュレスポイントね5,000ポイント、マリオットボンボイホテルポイント5180ポイントがねもらえるっていう風になります。これねかなりやばいと思いませんかね。私これ聞いた時にねかなりびっくりしたんですけども、10,530円を払ってですね、 D ポイントが5,000ポイント、マリオットボンボイホテルポイントがですね5180ポイントということで、かなりねすごいですよね。まあ、D ポイントに関しては通常ポイントっていう風になりますので、 JAL マイルにね半分になりますけども、交換してもねもちろん OK ですし、 D カードプリペイドっていうのがあるんですけども、そちらにですねポイントチャージしてねクレジットカードのようにね使うこともできますので、かなりねお得に利用できるのではないのかなっていう風に思います。また今の計算自体はですね、 SPG アメックスを保有しているゴールド会員のね計算で行っているわけなんですけども、こちらねプラチナステータスを保有されている方はですね、ボーナスポイントねちょっと増えますので、為替レートにもねよるんですけども、5,990ポイントがねもらえるっていった感じになります。また一応ですね、こちらはマリオットボンボイホテルのね公式サイトという風になりますので、アップグレード等々もあるかもしれないですね。さすがにここまでの安さでこんだけポイントがねたくさんもらえてますんで、まあ正直ねアップグレードかとかねもらえなくてもですね、私はね利用したいなって思うところなんですよね。いかがだったでしょうか。今回ですね、対象者限定大阪いらっしゃいキャンペーン、 GoTo トラベルキャンペーン、組み合わせね解説させていただきましたけども、本当にねこの大阪いらっしゃいキャンペーンっていうのはね本当にすごいキャンペーンっていう風になっておりますんで、ぜひね、まあ、今回のキャンペーンはですね対象者限定っていう風になりますけども、ぜひね関西圏住まれている方は積極的にね狙っていただければなという風に思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテルのことなんかね、発信させていただいておりますので、ぜひね、チャンネル登録してない方はですね、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。